対角線で色分けされた白黒旗は平和主義アナキズムのシンボルである。平和主義アナキズムあるいは無政府平和主義とはアナキズム運動において社会変革のための暴力を拒否する考えのことである。その初期にはヘンリー・デビッド・ソローとレフトルストイが後にはマハトマ・ガンディがその思想に影響を与えた。このイデオロギーは 主に第二次大戦以前から戦中にかけて、オランダ、イギリス、アメリカで発展した。主な宣例としては、レフトルストイや、マハトマガンディの非暴力不服従主義に影響を与えた、ヘンリー・デビットソローの市民的不服従や、納税拒否の運動が挙げられる。著名なトルストイ運動家であるウラジーミル・チェルトコフと、トルストイ1840年代になると、奴隷制廃止運動家にして、 無抵抗主義の提唱者でもあるヘンリー・クラークライトと彼のイギリスでの支持者ジョセフ・バーカーが政府の概念を否定し平和主義的な個人主義的無政府主義のあり方を唱えた。平和主義アナキズムのいくつかの点はキリスト教アナキズムからも支持された。最初の大規模な平和主義アナキズム運動はロシアにおける農民運動トルストイ運動だった。トルストイ運動家は キリスト教の教えを絶対的平和主義とすべての強権の否認として解釈し、何百もの自発的な平和主義アナキズムのコミューンを設置した。厳格な彩色主義を含むそれらの運動は、ロシア全域に広まったが、帝政国家の権威を否定したことにより過酷な弾圧を受け、彼らの大部分はシュベリアへ追放された。ロシア革命後もやはりトルストイ運動家は、 社会主義国家の権威を否定したため弾圧の対象とされ、レーニンとスターリンの時代にほとんどが粛清された。アナキズムにおいて、暴力橋橋は論争の種であった。19世紀において、多くのアナキストは、暴力的な行動プロパガンダを容認したが、トルストイをはじめとする平和主義アナキストたちは変革の手段としての暴力を明確に否定した。トルストイは、 抑圧と強制を否定するという自身の定義ゆえに、そして国家というものが本質的に暴力的であるがゆえに、アナキズムは非暴力的でなければならず、意味ある平和主義もそれと同様でなければならない、と主張した。その哲学はインド独立の指導者であり、平和主義者であるマハトマ・ガンディに大きな影響を与えた。ガンディはアナキストを自認していた。 オランダのフェルディナント・ドメイラ・ニューワン・ホイスもまた、アナキズム運動内での平和主義の流れの確立を模索した。フランスでは1902年に、エミール・アルマンが反軍国主義者連盟を設立するなど、個人主義的無政府主義の勢力で反軍国主義が目立ち始めていた。バート・デリヒト、オランダの平和主義アナキストである、バート・デリヒトの1936年の論文。 暴力の征服は重要な兆候だったガンディの思想はリチャード・グレックの非暴力の力やデリヒトの暴力の征服といった書物によって欧米に広まった。中でも後者の本は著者自身がそうであるように革命を渇望する人々に向けて訴えられているがためにアナキストにとっては特段に重要である。彼はこう述べている暴力が大きければ大きいほど 革命は小さくなると、デリヒトはまたガンディー主義にのっとった非暴力主義とサンディカリストの実利的な非暴力主義を結びつけもした。グローバルな運動としては、第二次大戦直前にオランダ、イギリス、アメリカに出現した平和主義アナキズムは、その後の核廃絶運動において強い存在感を放っていた。アメリカの作家ドワイト・マクドナルドは1940年代に、 平和主義アナキズムの観点を支持し、自身の発行する雑誌、ポリティクスをその宣伝に利用した。イギリスの指導的平和主義アナキストであったアレックス・コンフォートは積極的反軍国主義者を辞任し、平和主義がアナキズムにおける単なる歴史上の理論に止まっていると信じた。コンフォートは積極的な核廃絶運動家でもあった。コンフォートの著作の中で、 アナキズムに関するものは、彼が、ピースニュースや、平和の近い連合に向けて書いた多くのパンフレットの中の一つである、平和と不服従や、近代国家における権威と怠慢である。彼は、オバデア・ホーンブロークというペンネームで、平和主義の擁護者であったジョージ・オーウェルと、公開書館において、アメリカ人旅行者への手紙と題した詩をやり取りした。1950年代と60年代には、 平和主義アナキズムはゲル化し始め国家に批判を加えるタフなアナキストと暴力に批判的な打たれ弱い平和主義者は一体化した審査欲と公民権運動の出現という流れの中でいくつかのテーマ、理論、行動、そして全ての明らかな自由主義者が健在化するようになり私的な発露の場を与えられるようになったのはポールグッドマンによるところである。その他注目すべき 平和主義アナキズム史上の人物としては、アモンヘナシー、ドロシーディ、そして1939年から40年にかけてのジャンポール・サルトルが挙げられる。ガンディの潮の更新アナキズムのよくある質問によると、アナキストにとって平和主義はとても魅力的です。暴力とは原因主義と共生そのものなので、それを用いるのはアナキズムの原則に反します。マラテスタは、 さらに明確にアナキストの主な考量とは人間関係からの暴力の排除であると記していますとのこと。平和主義アナキズムは国家を組織された暴力とみなす傾向にあるため、このようにアナキストが全ての暴力を拒絶することありにかなっているように思われると目的と手段が乖離することに対して批判的である。手段は必ず目的に対して整合性がなければ、 ならないが、目的は手段を正当化するなどという言葉は誤解を招く二分法に過ぎない。手段こそ目的である。手段は単なるツールなどではなく常に表現力豊かで価値あるものなのだ。手段は目的を目下製造中なのだでリヒトは暴力の征服で資本主義に批判を加えている。アナキズムのよくある質問によれば彼が自分の書物のある正体に ブルジョア的平和主義のバカバカしさと名付けたことに賛成しないアナキストはいないでしょう。デリヒトをはじめとするすべてのアナキストにとっては、暴力とは、資本主義システムに生来的に備わっているものであり、資本主義的に平和主義を構築しようとする、あらゆる試みは、宿命的に失敗するものなのである。経済危機に瀕した国家は、通常の経済競争で得ることのできない利益を、 紛争によって得るために戦争を行う。平和主義アナキストは戦争も経済競争の一形態に過ぎないと考えている。だが、デリヒトはこうも語っている。暴力は現代社会において不可欠である。各国の支配階級は暴力なしに特権的な地位から大衆を搾取し続けることはできないと考えているからである。軍隊は何よりもまず不満を抱く労働者を 押さえつけるために出動するのだ。国家と、資本主義が存在する限り、暴力が消え去ることはない。それゆえ、平和主義アナキストのように、一貫したアナキストが平和主義者であるように、一貫した平和主義者はアナキストであらねばならない。平和主義アナキズムの主要な戦略である、市民的不服従は、初期の平和主義アナキストのヘンリー・デイビッド・ソローが1849年の、 同盟のエッセイで提唱したものに由来する。それに影響されたレフトルストイはその考えに国家からの不道徳な命令に従うことを個々人の連帯によって拒否するという国家を侵食する偉大な武器を見出した。この受動的でありながら積極的な抵抗の概念は後にマハトマガンディによっても発展させられた。平和主義アナキズムがトルストイ運動やキリスト教、 アナキズム、仏教アナキズムといった宗教的アナキズムと広く関連している一方で、そこには無宗教的、あるいは反宗教主義的傾向も見られるようになっている。アナーコパンクバンドのクラスは、自身が平和主義アナキズムの編集でありながら、すべての宗教を、とりわけ国教的なキリスト教神学を強く否定したことで論争を及んだ。アナキストの歴史家であるジョージ・ウッドコックによれば、 現代の平和主義アナキストには、その関心を自由主義的コミュニティ、とりわけ農業コミュニティの構築に傾注する向きが見られる。それは今日では行動プロパガンダの平和的な手法とみなされているものだ。しかし、彼らは実践面においては分裂してしまっているという。平和主義アナキストは、抵抗の原則を加えて暴力を伴わない形でなら、 革命的行動までもを受け入れることができる。ここで有暴力とは本質的にはむしろ非アナキズム的であると彼らがみなす形態での力を指す。この変説により平和主義アナキズムはアナルコサンディカリスムに接近することとなった。それはゼネストを革命の偉大な武器であるとみなす校舎の観念が根本的な社会変革の必要性を認めながらも ネガティブな手段に出ることで理想に妥協したくはなかった平和主義者たちを引きつけたからである。その後、平和主義アナキストも彼らとの共生を図り、二等政治による非暴力的な戦略に賛同するようになった。ピーター・ゲルダ・ルースは、非暴力は世界をより良くするための唯一の戦略であるとの考えを批判している。イデオロギーとしての平和主義とは国益への奉仕と同義であり、 各調整と白人市場主義の枠組みによって、心理的にがんじがらめにされたものであるという。ABC ジョージ・ウッドコック、アナーキズム、A History of Libertarian Ideas and Movements、HAT ABCDEFG、RISSTING THE NATION STATE、The Pacifist and Anarchist Tradition by Jeffrey, スターガー、HAT ウッドストック、ジョージ・アナーキズム、 A history of libertarian ideas and movements. Finally, somewhat aside from the, curve that runs from anarchist individualism to, unharco, sandicalism, we come to tollest inism、um、and to pacifist, anarchism that appeared, mostly in Holland, Britain, and the United States, before and after the second world war and which has, continued since then in the, ディープインザアナーキストインボルブメントインザプロテスッツ、アゲンストニュークリアアーミメント、ブロック、ピーター、パスセフザムイン、ヨーロッパ21914、プリンストン、NJ、プリンストンユニバーシティプレス、1972、ISBN0691046085、AB ウッドコック、ジョージ、アナーキズム、エヒストリーオブリバーテリアンアイディアズアンドムーブメンツ、ピーターバラ、 ブロートベプレス、ISBN15511162294 個のタイトルは、ピョートル・クロポトキンの論文、パンの略種に対する、極めて遠曲な、当て付けである。アナーキズムザ・ムーブメント法、ューソサイティ、ダイレクト・アクションプリーフィグアーティブ・コミュニティ・イン・ザ・ 1970S&80S、by アンドリュー・コーネル・アーカイブド2013年5月18日、アット・ザ・ウェイ・バック・マシン、リシスティング・ザ・ネーション・ステート、ザ・パセフィスト・アンド・アナーキスト・トラディション・バイ・ジェフリー、スターガー、ハット・ワールド、アラン・エム・ザ・ニューヨーク・インテレクト・シュールズ、ザ・ライズ・アンド・ディクライン・オブ・ザ・アンチ、スター・リニスト・レフト・フロム・ザ・ 1930S ・ツー・ザ・ 1980S、アンク、プレス・ブックス、 1987ISBN0807841692AB レイナークレールニュースアビッチャリーズアレックス・コンフォートロンドン t p コロンスラッシュ、ス http://www.guardian.co.uk、e、スラッシュニューススラッシュ2000スラッシュマールスラッシュ28スラッシュ GUARDIANOBITUARIES 2008年8月23日閲覧 ピーター・マーシャル・アンド・アナーキスト・シーズ・ビニース・ザ・スノー・バイ・デビット・グッド・ウェイ・コンプリート・エッセイズ・ジャーナリズム・アンド・レターズ・オブ・ジョージ・オーエル・ボリューム2・ピコグラム294-303・テーラー・ジョン・バンディニング・パッセフザム・ザ・ケース・オブ・サルトール・ジャーナル・オブ・ヨーロピアン・スタディーズ・ボリューム 89-1993AB2A サンホワットティプスオブアナーキズムアレゼア、インアンアナーキスト FAQ アーカイブド2010年11月23日、アットザウェイバックマシン、H、イアン、ホワイシュトウィーアクセプトエニーレスザンエーベター、ウェイオブデュイングシングス ガーディアンアンリミテッドアーツ、http コロンスラッシュスラッシュアーツドットガーディアンドットシーオスラッシュ FILMANDMUSIC スラッシュストーリースラッシュレー、219万3622、00HTML2007 年12月26日、閲覧、ゲルダーラッセ、ピーター、ハウノンバイオレンスプリテクツザステート、ケンブリッジ、MA、 サウスエンドプレス pp 128 ISBN 9長7808億9608万7729ありがとうございます。